皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は静岡県の学校情報として静岡県富士見高校さんの体験入学、このお知らせをします。日時と内容ですけれど、これ2回開催されるんですよね。で、令和4年10月29日の土曜日、そして11月12日の土曜日、いずれも午前です。9時から受付をして、9時30分からが、体験ということになります。まず最初は生徒によるコース紹介、これ総合コースと特進、この説明になるそうです。そして10時30分からは中学生と保護者の方、別々に分かれて、体験をします。中学生の人は授業の体験、実際高校でどんな授業をするのかを体験します。ただ科目はね、情報に書いてなかったので、どの科目を勉強するかというのは分かりません。で、保護者の方、これ学校の説明を聞いて授業見学、これを行います。そして11時15分から個別相談とか、施設見学、これが行われて、希望者は11時30分から部活見学もできるそうです。これ事前の申し込みが必要で、申し込みは静岡県富士見高校のホームページの方からできるそうなので、そちらからお願いします。今回は富士見高校さんの体験入学のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。